浜辺のランドヨットシモンステビンが考案した16世紀のランドヨット20世紀初期のニューヨークブルックリンのランドヨットランドセーリングとはサンドヨッティングまたはランドヨッティングとして知られ、ほうなが歴史的にもランドセーリングは交通手段やレクレーションの手段として利用され、1950年代からは主としてレーシングスポーツとして発展している。高校に使用する乗り物は セールワゴンやサンドヨット、ランドヨットとして知られる。それらは、庭車を利用した乗り物で操縦者が座る場所や、横になる場所、ペダルやハンドルなどの操作場所を除いて、機能は、小舟と同様である。ランドセーリングの適地は、風がよく、吹き平らな場所で、レースはよく砂浜や飛行場、乾燥した塩湖などの湖や砂漠地帯などで、行われる。現代のランドセーラーは、 パイロットとしても知られ、ベルヌーイの定理によって、風速の3から4倍もの速い速度が出る。似たようなスポーツに凍った湖や河川で行われる、アイスヨットがある。その他にはオランダで考案され、リカンベントに砲を組み合わせたホワイクがある。ホワイクは、あまり風に頼る必要がない。最初にランドヨットが使われたのは古代エジプトで、レジャーのために作られたと言われている。 中国では6世紀頃、ほぼ大型の手押し車に据え付けたものが、量より使われ始めた。現代のランドヨットにつながるものは16世紀に、ブルージュのフレミッシュ人科学者、シモンステ・ビンでオラニエコーの委託によるものであった。オラニエコーが、客人のためのエンターテインメントとして利用した。1898年に、ベルギーのデパンネで、デュモン兄弟によってナイル川で使用されていた。 古代エジプトと同世代のセールボードをもとにランドヨットの開発を行った。1909年にベルギー、フランスの砂浜で最初の競技が行われ、19世紀後半から20世紀中頃にかけてアメリカでは乾燥した湖の移動手段として利用された。三輪でポリエステルやガラス繊維、金属製のカートと一緒にマストや硬い砲を用いた。 現在のモダンなランドヨットは1960年代から使われている。ありがとうございます。